総会議、総会議、総会議は、1998年5月28日に、スクウェア、ゲンスクウェアエニックスより発売された、プレイステーション用、アクションアドベンチャーゲームソフト。発売当初のキャッチコピーは以下などがある。2008年8月13日からは、ゲームアーカイブスで、プレイステーションポータブル向けに、ダウンロード販売が開始された。スクウェアが、 レジキューブを介して発売したアクションアドベンチャーゲームの一つで、スクウェア発のフルボイスを採用した作品としても知られ、全編 3D フルポリゴンで構成されていて、その 3D フルポリゴンとフルボイスによるムービーシーンは約3時間にも及ぶロードムービーになっている。ノベル、語りの文章とムービーは飛ばすこと、スキップができる。物語の終了後には、 ゲームデータを保存することにより、ディスク1にて引き続き、物語と同じ広大なフィールドで、アクションゲームとして楽しむことができる。ただし、ステージごとの連戦になり、昼と夜が逆転しているなどの同一フィールドはなくなる。ムービーも省略される。監督と原案は、天賀信彦で、ドラマ演出は、三谷裕二による。キャラクター原案は、公明月で、より紙デザインは、 田中武氏による、音楽は70名のスタジオミュージシャンによる生演奏であり、印象的なコーラスをはじめ、様々な演奏形態が取られた。ミュージックコンポーザーを務めた菊田裕樹のスクウェアにおける最後の作曲作品集でもある。音響監督は三谷裕二で、より神の方向も彼自身の声である。主題歌は、作中でもヒロインを演じた、今日のことみが担当。 大局の陰陽、常よと現世、写しよ、悠久と刹那、現代の日本を舞台としながらも、古代から語り継がれた日本神話、危機神話や古神道、西方大陸から渡来した密教や道教、陰陽道を織り交ぜ、循環と再生や混沌と融合などの二律廃反と表裏一体を主とした世界観から、二つイコール層の、よ、イコール回の、断り、 イコール儀で題名の総会義となっている。古事記や万葉集のみならず、主に竹内文書や東日流外三軍史などの儀書に発想を得た日本館や日本各地に残る不自分明説やより神信仰を題材とし、より神がいわゆる漂着心、稀び神紙、稀び戸神であることから追いやられるものと、 忘れ去られたものといった紙に焦点が当てられ、物語に登場するものも、流れ着くものや、流れ去るものや、虎いのものといった表現によって、万物る点、心羅万象の消滅る点がイメージされる。陰陽五行と言われる、陰陽思想と五行思想を合わせたものをもとに、陰、陽の気、生ともいい、本作では、木と表記の流れや、五行、五行配当の、 相関関係などがシステムに組み込まれ、良好な融合を見せており、登場人物の各々の持つきや音量の属性が人物設定や人間関係、物語や戦いの重要なファクターになっている。表示も例、ゼロ以外のアラビア数字は廃され、外来語のカタカナ表記も極力日本語に置き換えられており、漢字、ひらがな、古語に重点が置かれ、 時間経過も2月を木更木に12月を極月などの和名で記していて、特に10月は神名月ではなく、神有月としているのは、出雲大社の奈良市からの引用である。古代に関わる場所やものに、ほつま文字が、主で記されている。また、本作では古式ゆかしいセリフが、随所に散りばめられ、一例を挙げると武器という言葉は使われず、武具やものとなっていて、日本語において、 武器、武具、獲物は、多少、意味合いが違っていることを、さりげなく表現している。効果音も、メニュー画面などの操作時は、和太鼓や、鼓や井戸の鶴辺の滑車回るような音が使われていて、和風を醸し出している。1997年、平成9年の12月、富士山の山頂で起こった、大規模な爆発により富士は、崩壊、二つに引き裂かれた姿に変貌を遂げた。 それに高応するかのように、日本の各地で大規模な爆発と地震が、気候、その爆発から発生した光球が、半径五十キロメートル以内の地域を吹き飛ばし、さらにその光球は、謎の巨大な柱となった。日本各地のその柱は、周りのありとあらゆるものを飲み込み、大地さえもえぐった。その結果、直径百キロメートル、深さ三十キロメートルに及ぶクレーターとなった無残な、 大地には直径1 0トル、高さ1 5 0トルの、その赤く光る柱が、ただそびえ、そびえ立つだけとなってしまう。日本はたった一ようにして、滋賀県、福岡県の全域が消滅し、日本の国土の17%と総人口の14%を失った。後に、この日は、ガランの人、赤く光る柱は、ガラン石の柱と呼ばれるように、 そして、各地に林立したが乱一死の柱に引き寄せられるかのように、よりかみ、よりかみと呼ばれる、怪異の者が大量に出現し、人々を襲い始めた。死微線という者たちが作った組織である、ご法輪の祭上をよると、さえが、宮とは、この惨事を起こしたのが、死微線の仕業と知り、その事実をご法輪の残り四人に告げ、それを機にご法輪は、死微線に反旗を翻す。 五カタリンの一員であるシン、竹井直成、眩い直屋は夜とに言われ、ビ微ンの目的を、はっきりとわからぬまま、この物語の鍵となる、お石神文書、未灼自問書を手に入れるために、奥の戸の鈴へと足を運んだ。そこで直成は、三か木ぎ水穂をより神から助け、初めて五カタリンの前に姿を現した、ビ微ンの一人とも対峙するが、鈴に始まり、高千穂、 沖ノ島、出雲、山と、富士、鹿島、大石神文書に被された七つの楔を守るため、五カタリンは集結し、旅をしながら出会っていく。死尾戦とはその目的は語られる、皇天の民とはこの世界にまつわる断りが、今明らかになる。対極図に表される影と火、及び五行杯等、五つの木、元素の相生と相国。 有利不利がゲームの中でフィールドの流血や戦いに組み込まれ影を水気、火を大きと言い表し各々が持つ左官気水気と五行によりダメージを受けたり受けなかったりしまた敵であるより神も五行の一つに属し操作キャラクターによって与えるダメージに差異が生じるステージに点在するガラン石を破壊することで得られる現世の欠片 内潮の欠片を集めることで攻撃力、防御力、跳躍力などのパラメータを強化することができる。強化するほど、大量の原世の欠片が必要となり、欠片を回収パラメータ強化以前取れなかった位置に、ある欠片を回収といった流れで強化を続けていく。ただし、キャラクターにおいて一部のパラメータがなかったり、元から最大限になっていて、個々の特徴となっている。また、体力や、 生命力やヒットポイント以下 HP とシルスと呼ばれるパラメータもキャラクター個々にその設定値が違うが現世の欠片によってその数値を増加することはできない。マップ画面の情報選択画面の情報。ご神宝玉が頂点に配置されたご防星が回転するごとにキャラクターの名前と顔のアイコンと各々のご行、ご神、音名、流派、武具を表示し、 キャラクターと敵との五行配当により、段階に応じた適性がセリフによって知らされる、負荷となったキャラクターは、そのフィールドでは使用できない。決定すると、能力強化、詳細は、強化できる能力の種別を参照の画面になり、現世の欠片によって、任意に能力を強化して、フィールドへ。なお、以降の表においては、引きは、引きは、土儀、丸は、近畿は,は、水木。 のそれぞれのキャラクターの持つ気を表す色とする。フィールド画面の情報、左の上から中央、右の順。強化は、どの能力もキャラクターにより、1段階につき9から20個の現世のかけらを必要とする。それぞれの持つ基本パラメーターから8段階まで強化、できるが、1段階の増加率は、個々のキャラクターで違い、またキャラクターよって、能力のうちのいくつかを有せず。 メニュー画面では赤く塗りつぶされている、または数段階を元から体得している。ただし、結界は5段階の展開数で、風人符、法人符は最高16枚所持できるのマジナイフ、樹符の数なのでそれぞれパラメーターない。最終ステージに突入するときには、ガラン石をすべて破壊していれば、現世のかけらは500個を所持する。ボス戦に限り、標準。 ロックオン機能が L1R1 ボタンにて使用できるが通常の反転を行うことはできなくなる。通常の攻撃は立ち止まっている立位からの攻撃を基本攻撃と言いい攻撃ボタンを連続して押せばモーションが一連の流れで変化する。移動中徒歩からの攻撃をダッシュ攻撃という水平跳躍人数足からの攻撃をブースト攻撃という 垂直跳躍中に攻撃もできるが、上昇中か下降中の違いによって、攻撃方法が否、上昇中からの攻撃をジャンプ弾道攻撃といいジャンプからの急降下攻撃で、上昇中に反転しからの攻撃を宙返り攻撃というバリエーションがあり、下降中の攻撃を空中攻撃といい、地上に着地するまで何度か繰り返し攻撃できる。王義は、 物理時の能力の延長線上にあるが、その発動においては、マテリアが必要となり、奥義は、それぞれくらいがあり、奥義、中程度の奥義、究極奥義などで、一連の発動モーションも順次、変化し、マテリアの消費量も1、2、3、4、5個と多くなる。マテリアの所持数は99個までとなっており、多数所持していれば、戦闘中に数を気にすることなく使える。の発動は、 一連の発動モーションが順次変化し、ボタンを離すタイミングで奥義の選択がされる。最終段階の奥義のモーションを選択しなければ、発動しないので、発動中は攻撃を受け付けないことを利用して、緊急回避として使えるが、マテリアの数が十分であればそのまま奥義を発動してもよい。マジナイフ、ジフを使った特別な力で物理でも気でもない、三つ目の能力である。 マジナイフの使用と発動まで固有のモーションがあり、その間は攻撃されない。マジナイフは現世の欠片の所持数により、最高で16枚まで強化できるので、ごぼ勢力を3回と、1決点内1回の使用や、8極点値の2回の使用といった組み合わせができ、戦略上において、特にボス戦では重要になる。また、1枚目の使用までタイムラグとして、 モーションがあり、途中でボタンを離せば一瞬であるが、モーション中は攻撃を受けないという使用緊急回避としても使える。それぞれのマジナイフが描く風神の形は、1の点、2の直線、3の三角形は規則性のある、ほズま文字、押しての構成要素でもあり、0次元、1次元、2次元を表しているとも取れる。四の三角形の中心に点は、ほづま文字の うであり、五の五芒星と六の五芒星の中心二点は、陰明道の根幹となる象形でもあり、特に五芒星は、陰明道の宗家の一つである、安倍の生命、安倍屋の紋章となっている。七の三角形に、等角の Y の字を重ねた形も、小妻文字のツを表し、八の正八角形は、陰明道の八家でもある。 フィールドを終了した後に行う、フィールドの中で行う、キャラクター別の HP 値マップ、地図、ステージは日本各地から取られ、忠実に再現されているのが特徴である。市備船のクラス、有限郷だけは彼らの作り出した結界の異空間にあるので、日本地図にプロットできない。有限郷にあるものは、中央に中華風の六角形のあずまやと、 三方を囲むように檻があり、あずまやには三箇所の出入り口と三脚の木製のチョイスと一択の六角形の宅があり、その宅にはミニチュアの日本の立体映像を俯瞰から映し出す六角形の鏡がはめ込まれている六角形の色は三軒あり、四尾線それぞれの住居となっている五カタリンの隠れ川中央に八角形の集会所としての屋根というかと、 柱だけの簡素なあずま屋があり、六方を囲む形で一箇所が市街へ続く、鳥居のある山道、フィールド街で、森に囲まれた残りの五本の道の先に、それぞれ一軒の湯があり、湯の扉の上には五宝輪の紋章である、相馬が玉がかたどられ、五リ輪それぞれの住居となっている。ステージと物語の節の各話は連立している。 各和の地名は、江戸時代以前の古い地名を表している。いくつかのフィールドは、実在の場所をほぼ忠実に再現しているが、生、もたらされた災いにより、大きく変貌している場所もある。ただし、紀伊水道は、実際に存在するが、淡島、シような、えなの地は、日本神話における、架空の島である。各ステージとフィールドの詳細、極月、第 古文書が隠されたほこら、ステージ、イカ記述を省略。高千穂、ふずき、第二は、えぐられ、クレーターとなった町。沖野島、長月、第三は、夜が生きる忘れ去られた島。出雲、神有月、第四は、砂人が降り積もる結界の社。大和、極月、第五は、泥に覆われた町、神止まる、森の隠れが。富士、極月、 第六は、二つに引き裂かれた山、地の底の神錆びた遺跡。鹿島、むつ第七は、水没しうなばらとなった地。い、北上、むつ第八は、地殻変動で隆起した通り夕暮れに沈む城石。諏訪、ひさらぎ。第九は、お上渡りが始まる氷結した湖。淡あわしま、ひさらぎ。最終話、陰気から蘇る神域。 七つのくさびが被された地。物語の進行順に記載。くさびは、すべての邪悪と狂気を払う壁女の力を形作り、あるものを鎮護するための封印であり、すべて霊石からなり、日本各地に点在するのくさびを結ぶと、北斗七世を描く。岩や石を進行する風習は古神道の始まりとも、いわれ、岩倉信仰という。柄に石の柱がそびえ立つ八つの地。 北東順に記載。日本の地勢を形作る、地脈ともいい、いわゆる風水の流脈の経絡が交差する、重要な場所であり、古くから霊山となっていて、草火とは別の意味で、用となっている。流脈の交差する場所に、死備線により引き裂かれた富士からもたらされた水気を集約させることで、八本のガラン石の柱が生み出され、ガランの火という災いが引き起こされた。 下記の山々は、縄文時代や古代から信仰されてきた、神大山や霊峰、神奈美とされる、神とまる、神詰まる場所であり、山中や麓に社、や白、神社を抱き、遺跡や岩倉が点在する山である。その多くが、人工の山ではないかとされるが、人の手が加わって成形されたと、正式に認められるのは、黒又山だけである。ご語りんは、 マジナイ法術、呪法術という特別な力である武術、気候術、マジナイ術、呪術を持ち、シビセから授かった古神法事を武具に備えたマジナイ、法師、呪法師からなる。もともとは、シビセがより神を撃退するために作った組織であり、名目上は、世の断りを守るためにあるという趣旨で、シビセからマジナイ法師たちに予託される。マジナイ法師は、 様々な理由や立場の縁で、資質があるものが選ばれ引き継がれるが、新部許可だけは、世襲となっている。五カタリンの装束は、和服と五行の色が基本となっていて、皆鉄工をしているが、後に参入する二人、我が舞は、革のベストを羽織り、水穂は、防除藩の戦闘服として、プロテクターが、各所に、密呂がわれるが、上着のスリットとスタンドカラーの特徴は、 チャイナドレスを思わせる。シビセンの装束は、満州の民族衣装が基本となっている。五カタリンの五法とは、音名古行においての方位であり、基準となる中心と東西南北を表し、シビセンのシビは北極性のことを言う。北極性は、古来から世界各地で方位を知る上で、北の基準点として利用され、肉眼で見えるものの他に二つあり、 死微線と同様に三からなるものである。死微線の三人の名につけられた天尊とは、道教における神の継承であり、道教の最高神も三世といって三人からなる。六神人の六神も立体上や古代インドにおける東西南北上下の六方向の方位を示すものである。名称の表記において、エンドロールでは、三かぎ三穂、琴平氏、潮里岬、 波姫という漢字表記になっていて、説明書や公式資料では、三かなぎみずことひらあずさ、しおざとひさぎ、なみという表記になっている。以上により、各人の登場人物の冒頭での記述のみを、エンドロールに準じて、漢字表記とした。シビセンは、よ流、ヤンロンと、影げとら、インフーが、外来語読みで、下はが日本語読みであるので、漢字表記に統一した。 各項目の登場人物は、シビゼンを除き、戦闘フィールドの参加と物語の時系列により、記載する。シビゼンの三人と、シビゼンの作った式神である、ロック神義と、人の生命活動から排出される気である水気を、求めて、とこよから現世に出現する、より神が、敵となる。偶然出会う、とある人物、HP 戦も、人とは考えられない。 気を発していることと暗闇であったため、お互いをより神の類と勘違いし、戦いになる。心の隙を突かれ、火白に操られる、とある人物、HP2000 も、一時に敵となる。六神儀の奉公とより神の断末魔は、三谷雄二によるものである。四備戦の三人と、とある二人については、登場人物を参照。六神儀、陸神儀は、 あるものを封じる結界を作っている。くさびを抜くために、守備線により、何かしらの対象物をより白に作られた式紙で、あるが、五法輪はそれを阻止する立場になるので、必然的に戦うようになる。六神義も、すべて五行のいずれかに属し、また結界は向こうの上結界能力を持っている。六神、陸神、六神とは六種神道とも表記し、釈迦の人生の節目、 または、新たな思想を説いた時が6回あったとされ、その毎時に、世のすべてが、6方向、東西南北地点のうちの1方向ずつに、順番に帯同したとされ、この現象を随称とし、その方位を、道、気、勇、心、苦、悟しと表している。義は、日本における神とされるものを意味する。六神義のそれぞれの名は、六神の6文字に、 屍、死を加えたものであるが、屍は、屍や死を意味し、漢字の武士としても屍水、屍根れといい、生き物の代謝による排出物や、代謝が終わった老廃物を意味する漢字の武士に使われる。より紙、より紙も、すべて五行のいずれかに属していて、倒した時に引ける高級の色でも判断できる。より紙には、等級があり、下級、中級、 上級となっていて、結界の捕獲できる時間と、水気ゲージの中和に関係し、上級ほど捕獲時間が短く、水気ゲージの左官機の上昇量が大きく、下級はその逆になる。特徴は固定、移動、高速移動、浮遊、飛翔や突然出現するもの、透明、不死身のものもいる。攻撃は物理と水気弾を行い、特殊な攻撃では、 毒液や毒斬りを吐いたり、水気レーザーなど、珍しい手段で攻撃してくる者などがいる。防御や特殊能力は、左官機反射や弾性性能、体ごと惹かれるや水気感染をもたらす者、結界を仕掛ける者や、結界無効などの能力を打つ者がいる。より神の名は、ほとんどが、日本で伝承される妖怪から取られ、頬なでの方をなでるような仕草や、戦北、漢北の姿など、 その妖怪の特徴を踏襲している者も,も多い。公式資料には、組織、情勢については、突然起こった災害に対しての、日本政府や世界各国の科学的対象や、市政の人々の動向を、日の章というレポートとして、内閣安全保障調査会が作成したものがあり、もう一方で、太古から続く計略によるかに対しての、ごく限られた人々が知る。 頂上的原因を研究する学者が作成したガランの人闇の史実という著書をもとに平易に記述し直した影の章というものがある。藤井編から数年の出来事と社会情勢。日の章の組織に属す人物で物語に登場するのは立品だけであるが、水穂もかつては傍女藩に所属していた。組織日常、現初の混沌から生じ、 悠久の時間にあるこの世の真理と、この物語の本流であり、主人公たちが活躍する、この世のもう一つの側面と、伽藍の火を遥かに上回るかの始まりと、それらに関わる物事、この物語の根幹となる五つの事象と五つの言葉については、記載していない。組織非日常、物語における重要な五つの事象は、時系列に従い、重要な五つの言葉、 本作での造語は、その意味を記述する。サウンドトラックのイラストは、そのまま、公明月によるものだが、三金木瑞水穂を中心に、女性の登場人物で構成され、色合いも、桜色と水色のパステルカラーの背景により、淡く柔らかい印象となっている。オリジナルサウンドトラックに、イッツ、エーメリー、x i m a アは含まれておらず、劇中では、 歌詞のないオリゴールによるバージョンも流れる。ラブリーストレインズアワユメの奇跡は、ゲームでは、アワユメの奇跡という題名になっている。菊田勇気によれば、プレイステーションの決して高くないグラフィックとポリゴンの映像の表現力の不足を補うために、スタジオミュージシャンによる生演奏、生録音が最適だと考えたことと、制作時のスクウェアの経済事情が、 このような方法を容易に許すものだったからできたと語っている。また、この総会議で目指したものは、日本のスタジオミュージシャンを使った生演奏、生録音で作るゲーム音楽の限界であり、思い描いた域には到達し、成功したと考え、自信と誇りを持ってユーザーに聴いてもらうことができると思っていると語っている。曲について、ラブリーストレインズ淡い夢の奇跡、サイレンスと、 クエイクは曲が同じでアレンジ、編曲がそれぞれアップテンポのロック調とスローテンポのバラード調になっている。サイレンスはラブリー・ストレインズ・アワイ・ユメの奇跡と曲、編曲が同一で歌詞のないショートバージョンである。歌詞について、歌詞が付いているのは、イッツ、エーメリー、エックスアア・アラブリー・ストレインズ・アワイ・ユメの奇跡とクエイク、アブソリュート・レディの4曲のみ。 クエイクはタイ語、アブソリュートレディはマレーシア語であり、オリジナルサウンドトラックに歌詞の記述もないため、正確な歌詞の内容や意味が定かではなく、ラブリストレインズ・アワイユメの軌跡と、クエイクの歌詞の内容が同一であるかは不明である。総会議、オリジナルサウンドトラック、B-00-05 ギャグ部、ソニーミュージックエンターテインメント、1998年6月11日、 収録曲、50、57。総会議、主題歌、スクエア、1998年5月28日、収録曲。総会議、総会議とはプレイステーション専用ソフトの小説版であり、総会議のストーリーをそのままに肉付けし、ゲームでは語られなかった詳細を含め、脚色された単行本、ソフトカバーである。ゲーム以上に、古々や、 漢字表記が増えている反面、ゲームでは背景程度でしかない近代的な文化や施設や機器の記述や科学や生物学などを用いて背景となる状況の設定の説明もされ、日本の伝承や日本神話にとどまらないサイエンスフィクションの色合いもあり、古式ゆかしい登場人物、特にゴカタリンとナミヒメはより生身の人としての人間関係を通じた心情が表現され、 現在に生きる人々としても描かれる。戦闘シーンの描写も盛り込まれ、各キャラクターの武術も丁寧に反映され、ダイナミックに感じられるとともに、より神や心霊現象の発露などに、驚々しい形容がされ、粒をイメージさせるための演出とも取れるが、この二つの要素が加味されて、メリハリの効いたものになっている。ゲームとの際はほとんどと言ってよいほどなく、 ムービーシーンで使われたセリフはそのまま活字になっていて、強いて言えば、富士で瑞穂が歌うクリスマスソングが、イット、サメリー、X I'm a アではなく、ラブリーストレインズは和夢の奇跡になっていることと、言葉が個々としての表記や読みに差し替えられているほか、後日の後書きにもあるが、基本設定の矛盾点として、くさびとその結界を解くことに関するエピソードなどが盛り込まれているぐらいである。 追加部分はというより、基本設定にあったと思われる、ゲームでは一瞬しか登場しなかった、佐々木教一の人となりや出来事が描かれているところと、直成と水穂の出会う前などの序章の導入部分や、剣山の探訪や、エピローグが、物語により厚みと整合性を添えている。後書きの中で、著者である、畑野隆は、実質的な原案者は、いうケースの天が信彦氏だと語っている。 著者と天賀信彦の間で相当量のやり取りがあり、ゲームの基本設定の矛盾になりそうな点や、ストーリーの根幹の回避できないはずの状況設定に逃げ道があることなどが発覚したようであるが、逆にその矛盾などを新たに物語の厚みを増すエピソードとして取り込むことができたと天賀信彦を賛辞しつつ、いくつかの部分での共同作業の充実と、 著者の作品の完成度に対する自負が語られている。物語は13章からなり、後書きを含め14章となっている。表紙を含めた着彩された絵は、孔明月による新たな書き下ろしである。また、表紙のカバーの返しには、水穂の制服にデニムジャケットは織り、ポシェットを身につけた姿と、あずさのティディベアを背負った、私服姿が描かれている。 本の2.3ページを使った見開きには、夜と波姫、引き、縦品を除いた登場人物、火白は砂の彫刻になっているが、南国のビーチで出ている姿が描かれている。本文中の登場人物の差し絵はゲームの説明書と同一である。総会議、総会議とはプレイステーション専用ソフトの漫画版であり、総会議のストーリーをそのままに肉付けし、 ゲームでは表現できなかった部分を含め脚色された単行本、ソフトカバーである。ゲームでは容量やドットの関係から詳細のよくわからない部分が漫画ならではに描かれている。全体的な印象は明るくポップなタッチであり、主人公たちのとぼけたギャグシーンや私服姿がまにまに見られ身近に感じられるようになっている。ストーリーにおいては、 矢は直の幼少の頃や水穂の傍女藩時代などが追加され、独自の作品感につながっている。また、小説版との整合性も取られ、矛盾のほとんどない形になっている。ゲームとの相違点もほとんどないが、くさびとその結界を解くことについて指摘される、回避できないはずの状況設定に、逃げ道があることの点についての解消方法の理由付けが、小説とは異なっていて、 作風に沿ったものとなっている。その他には、扇マテリアはご神宝玉を持つものしか獲得できない、などがある。作画については、ゲームの情報としてわからなかった部分が保管され、総会議の世界を広げているが、より神などは、オリジナルのキャラクターがいたり、六神儀もアレンジが加えられている。細かい部分では、あずさの胸当てが小さくなり、相馬頭の紋章がなかったりするが、 七つくさびの形や夜との晒しにはしっかりと小妻文字が描かれていてゲームでははっきりしなかったものがより鮮明になっている。全3巻からなり各巻に3話ずつで全9話となっている各巻の巻末には登場人物の設定資料とショートストーリーが載せられているソフトカバーの外側のトレーシングペーパーに白色で印刷された巻 なおしりしんたつみかん牛とら羊猿の文字は発音を表す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。